戦争は最大の人権侵害であり、最大の環境破壊です。これほどまでにたくさんの人の命を奪い、たくさんの人の人生を根こそぎ奪ってしまうものはない、そう思っています。戦争がそれだけ非人道的で凄まじいものであると同時に、その戦争へ向かう社会、戦争する社会の非人道性、基本的人権が守られないこともとても嫌なことだと思っています。白薔薇の祈りっていう映画を見たことがあります。ミュンヘン大学、ナチスドイツ下のミュンヘン大学で白薔薇グループの人たちがこっそり戦争反対っていうチラシを送付したり、配布したり、自由と壁に書いたり、反戦活動をしていました。うっかりそれが見つかってしまって、国家反逆罪で裁判にかけられ、死刑判決を受けて次々処刑をされていきます。戦争反対というチラシを配るというだけで、国家反逆罪で死刑で処刑されていくということに本当にショックを受けました。でもそれと同時に、もうその人たちは亡くなっている、会ったこともない、でも歴史の中でチカチカキラキラ光っていて、本当になぜかすごく励ましてくれている、そんな気がします。戦争をする国は基本的人権を本当に剥奪をする、そんな社会です。日本でも秘密保護法、安保関連法、戦争法、共謀罪、重要土地規制法など違憲の法律が成立をしました。戦争をさせないことと戦争へ向かう社会、これにしないこと、それを同時にやっていきたい、そう思っています。